藤井元気です。平成22年、12月19日日曜日、国際情勢を現時点で展望してみたいと思います。主なお話は軍事外交の問題と、国際経済の問題であります。国際経済の方に関しては、渡辺哲也さんと私の日本は日本、これを見ていただくとですね、2011年の経済展望も国際経済の展望もだいぶ明らかになるんじゃないかと思います。一言で言いますと、大変厳しい、国際的に今2番底の年になるのではないかなと思います。もちろん日本、アメリカ、ヨーロッパそれぞれですね、色合いは若干違うんですけれども、これのことを詳しく、見ていきたいと思います。さて、パキスタンとアフガニスタンの関係がですね、このところ非常に話題になっているんですね。というのは、アメリカが、主にアメリカが言ってですね、このアフガニスタンと戦争している。戦争目的ははっきり言って、タリバンとかアルカイダ、それにつながるようなイスラム過激派の勢力をアフガニスタンから駆逐できるかと、いうことなんですけども、あまりうまくいっているとは思いません。最近でも、アメリカの軍、ペンタゴンの方は比較的うまくいっていると言っておりますけれども、CIA、インテリジェンスコミュニティ、諜報関係の人たちのレポートではあまりうまくいってないんじゃないかと言っております。しかし問題点が明らかになってきまして、実はアフガニスタンの戦争がアメリカから言えばうまくいっていない、その理由は何かというと、パキスタンの中に聖域がある、サンクチュアリーがある、そこを攻撃ができない。ですからこの反政府勢力がですね、パキスタン、アフガニスタンからパキスタンの方に逃げていって、そしてそのパキスタンの中でですね、もう一度勢力を整えて武装して訓練を受けてまた越境してきてアフガンで戦争するということ、そういう状況が行われているので、このパキスタンの聖域に手をつけないとですね、これ戦争目的自体が達成できないのではないかということがだいぶ明らかになってきました。そのパキスタンの中でもこの、バルチスタンというところなんですね。バルチスタン、これ地図を見ていただければ分かると思いますが、パキスタンの南の方の海に面したあたりであります。ここがですね、これはパキスタン政府も米軍が攻撃することを許していない地域なんです。アメリカ軍もパキスタンのある領域についてはですね、攻撃しております。例えばワザリスタンというところ、ここは CIA なんかもですね、無人の攻撃機ですね、これを使って攻撃をしたりして、例えば先週もですね、これで54人の死者がこの北ワザリースタンで出た。しかしそれ に関連してですね、CIA のこの現地イスラマバードのですね、支局長、責任者の名前をですね、が暴露されてしまいまして、その責任者は、要するに面が割れちゃったと言いますか、正体が分かっちゃったので、早速本国に帰ったと。この本人の身元暴露に関しては、パキスタンの ISI というパキスタン軍統合情報部が、情報を暴露したのではないかと疑われております。もちろんパキスタン政府はこれを否定しておりますけれども、そういうところにもですね、パキスタン政府とアメリカの関係がうまくいってないことはよく表れていると思うんですけども、さあ CIA などはですね、これはもう戦争行為にも参加しておりまして、このプレデターと呼ばれているですね、無人機を飛ばしてミサイル攻撃やるなん、あるいは要人暗殺にまで CIA は踏み込んでやっているようですが、 CIA の方が見るとどうも、アフガンの戦争うまくいってないって理由はここにある。先ほど言いましたそのワザリスタンには攻撃をする、それはパキスタン軍もやると。しかし一番肝心のですね、このバルチスタンには手が届かない、パキスタン政府も米軍に手を出させないというような、状況であります。ベトナム戦争以来最大の人員を動員して CIA は今アフガニスタン、パキスタンで活躍しているようでありますけれども、この聖域を叩かないと戦争目的がうまく貫通できないのではないかというふうに、見られております。この米軍の越境攻撃というのはですね、例えばベトナム戦争の時ですと、やはり、南ベトナムのゲリラ勢力を支援している、そのルートがこれカンボジア経由で入ってきていると。これをどうしたらいいんだ、これを叩かなきゃいけないという非常に頭の痛い問題がありました。現在は似たような文脈でありますけれども、このパキスタンをあんまり叩きすぎるとですね、パキスタン政府が瓦解してしまうのではないかという、
それでそこに非常に過激派の新しいパキスタンの政府ができてしまうんじゃないかと、あるいは国内に混乱して内乱状態になるんじゃないか、そういう心配もあります。アメリカとすれば白票を踏むような思いでありますけれども、とにかく問題点はかなり明らかになってきたということであろうと思います。パキスタンの聖域潰しですね、これができるのかどうかということなんですね。さて、経済の方に行きますと、その前に一言申し上げておきましょう。この間のですね、私のコメントで、今の国際政治の非常に大きな流れはアメリカとロシアとが手を組んで、そしてインドとも手を組んで、これとシナとパキスタンが手を組んでいる図式がかなりはっきりしてきたということを申し上げました。ですから、今までパキスタンルートでアフガンの戦争にアメリカいろんなものを運び込んでいったけども、この物資輸送ルートをですね、ロシア中央アジアルートが使えるようになった、つまりパキスタンにも頼らなくてよくなったということは、こういうサンクチュアリーの攻撃、正規の攻撃などもできやすい条件が整ってきたということではないでしょうか。そしてもって、このパキスタン、という国が非常にアフガンの戦争をやる勝つためのキーを握っているわけですけれども、これが伝統的にチャイナとパキスタンが組んでいると。でパキスタン の, その軍情報部は常にイスラム過激派と裏で表裏一体の関係であるということに言われてました。でこれをイスラム過激派的な国際的なテロを叩くためには、アメリカはむしろロシアとも手を組む、ロシアも中央アジア、そして自国の国内でこのイスラム過激派問題を抱えておりますから、共同でこれを戦っていくと、そういうスタイルになってきたということ、米中の対立局面が非常にはっきりこういうですね、勢力の組み合わせで出てきているということ、これは日本の尖閣問題を考えたり対シナ戦略を考える上で非常に重要なポイントであると思いますので、忘れちゃいけないと思います。米中の日本に対する脅威が同等であるとか、米中が組んで日本を落とし込もうとしているとか、そういう全く勘違いの観測をしている人がいますけれども、全く間違いであります。アメリカはチャイナパキスタンと対立局面に入ってきて、それによって自分の国益を守っていこうということですから、日本とすれば尖閣問題など非常に進めやすい、形に国際情勢がなっていると。もし、シナは常にですね、アメリカを自分の味方に抱き込もうとしてきました。だとすればですね、今もやっておりますけど、アメリカがシナの方になびいてしまうとすれば、そのシナからアメリカを引き離して、日本の同盟国としてがっちり日本が味方にしていかなきゃいけないんですね。シナというのは核兵器を持っている国です。ここと領土問題日本抱えているわけですから、とりあえず今日本には核兵器は残念ながらありません。で、ある以上アメリカという核保有国、ずっと長い間この同盟国であって、同盟国に近い、協力関係にあった国としっかり日本の味方にしてもらって、この対シナ問題、領土問題を解決していくしかないですね。そこのところの戦略的な、環境がしっかり客観情勢として認識できていないと、外交政策を大きく誤ることになります。さて、続いて経済問題であります。経済の方では、このところ、一つの話題はアメリカにおいてバンクオブアメリカ、バンカメイと言いますけど、亀有銀行ではありません。亀戸銀行でもありません。バンクオブアメリカですが、バンカメとウィキリークスが喧嘩をしているというですね、ことになりまして、このウィキリークスが あんまりですね、暴露ばっかりやるので、非常に無政府主義的だということで、マスターカードやビザも縁を切りましたけど、バンカメも縁を切りました。この口座を作ったり送金しないということを決めたんですが、なんかウィキリークスの対抗が起こりまして、バンカメが不正行為をやってる証拠がいっぱい入ってるぞと、それを暴露するぞと言っております。これをやられるとアメリカの金融がさらに混乱すると思います。ということは、バンクオブアメリカ、バンカメは今ただですら、この住宅の差し押さえ、それが訴訟でが起きておりまして、差し押さえたい住宅を差し押さえることができない、もちろん販売もできないということで困難に陥っていますね。それがさらに窮地に陥るかもしれません。アメリカの不動産はまだまだ底値が見えておりません。皮肉なことにウォールストリート全体ではですね、むしろ儲かってるんですね。ウォールストリートは2010年おそらく史上2番目の好景気に沸いているという、恐ろしい話もありますけれども、からアメリカの一流企業ですね、一流上場企業はこれは結構利益が上がってるんです。ですから株もそこそこ上がっております。しかしその輸出に頼る、あるいはウォールストリートで金を儲けてる、
これは政府がですね、大変なお金をぶち込んでくれたわけですから、金融業としては儲からないわけはない。しかし、それがいわゆる庶民にはですね、恩恵がこむってこない、そういう状況なんですね。要するに、失業率は下がらないし、そしてもって賃金も上がっていかないという状況なんです。ですから、企業の、お金は儲かってます。企業の利益は、強い企業は利益上がってます。で、庶民にその恩恵がこむってないじゃないかという、そういう状況に今、アメリカ経済ありますね。ですから、クリスマス商戦が盛り上がらないということで、しかし株は高いじゃないか、企業は利益上がってる。一見すると相反するような状況が今出てきております。来年もそれは続くでしょう。ヨーロッパの方なんですけども、アイルランドが、の国債が、ムーディーズという格付け会社一挙にですね、5段階下げました。12月17日のことでありますけども、でもって、アイルランドの経済危機もこれはもう眼前に迫っております。そしてやがて、まあ、スペインの経済危機がこれが年明け早々からですね、表面化してくるでしょう。スペインは EU 経済の約 10% の経済です。Too big to fail だという話も大きすぎて、これを潰せないんじゃないかという話もありますけれども、救うためにも巨大なお金がいります。アイルランド救済の方は私は水面下では大体当たりがついていると言いますか、お互いにですね、話し合いしてこのぐらいの金でどうにかなるという見通しはついてんじゃないかと思いますが、スペインの方は見通しついてません。それで、さすがに IMF の EU 版を作りましょう。緊急融資のシステムを作りましょうということだったんですけど、これは2013年からということなんですね。今あるシステムで13年までいく。しかし2013年以降、どういうふうにするんですか、具体的には全然話が決まっていません。それから EU として EU の共通債権を出そうじゃないかという話、これも、話は出たんですけども、具体化全然しませんでした。首脳が集まってですね、話したんですけど、決まりませんでした。そして、この2013年までの間にそもそも大量の資金がいるんじゃないかということで、スペイン救済とかやったらどうなるのと、それぞれ思惑があって、一番お金持ってるドイツなんか、ドイツは景気いいですから、ユーロ安で輸出好調です。そのドイツが金を出すと首を縦に振りませんのでですね、話は何にも具体的に決まりませんでしたというのが、これが実態でありますから、ユーロ危機、EU 危機というのは2011年、ますます深くなっていくでしょう。具体的な問題が続出してくるでありましょうというふうに、思います。繰り返しますが、アメリカは企業は好景気なんです。国民大衆は決してその好景気の分け前恩恵を味わっているとは言えません。そういう状況であります。ですから株はそこそこ高いんですけれども、庶民の間の失業率は下がらない。オバマさんに対する期待は裏切られたなという思いが非常に強い。そういう状況が続いております。来年は、アメリカの経済危機というよりもやはり、ヨーロッパの経済危機が世界を経済を直撃すると、そういう状況が続くのではないかと思います。